おはようございます。橋本海です。岡田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はだいぶ前に出した動画ですね。3ヶ月で読み切り漫画を完成させようという内容の動画を、現在どう思っているかっていう深掘りというか、さらに解釈を加えてお話をしていけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。前回の動画は概要欄にリンクを貼らせていただいているんですけれども、ざっくりと内容を説明すると、読み切り漫画を書く必要がある、それ新人が持ち込みをしたり賞に出すためには読み切り漫画が必要になって、その読み切り漫画はだいたい3ヶ月ぐらいで書きましょうというお話と、なんで3ヶ月なのかっていうと、ざっくり言ってしまうと飽きてしまうからですね。書いていて飽きてしまうので3ヶ月で完成させましょうというお話をしておりました。で、今回はその動画からもう2年も経っているので、改めてこのチャンネルで皆様と交流を深めていった中で、それでも3ヶ月なのか、それとももうちょっと伸びるのか短くなるのかっていうことも含めてですね、さらに岡田くんの解釈も加えてお話ししていけたらなと思っております。岡田くんもよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、では、最初に岡田くん的にはどうですか、はい、3ヶ月で読み切り漫画を作るっていうのはやっぱり適正なのか、それとも長い短いっていうのは。多分大体の人が、なかなか本当に漫画だけをかけて書いて過ごせるという時間はないと思うので、何かしらね、学校行ったりだとか、仕事行ったりだとか思うので、取れて1日3、4時間ぐらいかなと思うんですよ、はい、漫画をかける時間、はい、だとしたら、やっぱ3ヶ月ぐらいが、ちょうど書き上げ切れる時間じゃないかなと思うんですよね、はい、何ページ書くかにもよりますけど、はいはい、本当に漫画は書ける時間が1日なんて、普通の人が仕事行ってる時間分ぐらい、ね、漫画書ける時間がありますっていう人だったら1ヶ月でもいいかなと。なるほど。レンタル的にも先ほど最初に飽きてしまうっていうのもあったんですけど、はい、何かや、漫画書いて持ち込みしようとか応募しようっていうのだと、目標目的があってね、やってるわけですので、はい、3ヶ月経って何にもできなかったらね、ズブ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 と、いくらじっくり書き上げるとは言っても、だんだんこれでいいんだろうかという気持ちは後から強くなっていっちゃうと思うんですよね。そうですね。なんていうか書いてる実感がないというか、うんうん、3ヶ月超えちゃうとあまりにも進まなさすぎるっていう感覚の方が強くなっちゃうと思うんですよね、はい、そうですね。確かにそれはあります。で3ヶ月に1本だとね、年4回チャンスがありますし、であとわりかしそのなんか、大体1箇所に出版社絞ってもね、大きい賞で年2回ありますし、で LINE 漫画とかめっちゃコミックみたいな大手のウェブ漫画、でもやっぱり年1回とか2回とかね、大きい賞があったりするので、はい、そこそこ大きい賞にも3ヶ月で駆け上げきれれば、パッと覚えできるチャンスがあるんじゃないかなと、ざっと今思いつくのは、はい、それぐらいですかね。どっちかというとメンタル面の方があれですかね、強いですかね、今言ったのは。やっぱり岡田君的にも3ヶ月ぐらいが理想かつおすすめということなんですね。そうですね。半年経つとちょっと、ねえ、また次書いたらまた次半年後ですよ。そうね、年に2本っていうのはね、ちょっと年を取れば取るほど半年後ってすぐ来るじゃんと思えるけど、特にこのチャンネルをご覧になってる方は学生の方とかも多いはずなので、そう考えるとね、半年後って言ったら途方もなく遠くに感じる可能性もありますから、それはちょっと避けたい部分ありますね。半年もかけて書いて、持っていってダメでしたってなった場合、多分本当後になれば、最初の1年2年ぐらいはまだいいかもしれないんですけど、3年目以降多分どんどんきつくなっていきますよ、本当に。メンタルが継続していくのがね、3ヶ月だとね、よし、じゃあ次もっと頑張ろうってなれるぐらいの気持ちの切り替えもしやすいというか、そう。じゃあ改めて2年経った僕が今どう考えてるかっていうお話もしていきたいと思うんですけど、はい、僕このチャンネルでありがたいことにいろんな方からコメントをいただいたり、あとネームの添削を頼んでいただいたりして、いろんな方の作品も読ませていただいて思ったんですけど、はい、3ヶ月厳しいんじゃないかなって思ってます。
書き上げ切るのが、そう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 、それは決してこのチャンネルを見に来てる人たちが遅いとかじゃなくて、僕の認識が若干甘かったのかなっていう部分がなんとなくあって、もちろんあの書ける人もいます、めちゃくちゃ早い人もいますし、逆に遅い方もいらっしゃるので、トータルして平均的なっていう意味で3ヶ月はちょっと短いかなと思っていて、で岡田くんが最初に言ったように、学校行ってる人とか会社勤めてる方とかいろいろいらっしゃるんで、その辺も踏まえて4ヶ月に1本っていうのは、なんていうのかな、理想的かつ現実的な数字だなっていうのを最近は思ってます。あ、うん、で4ヶ月を目標に、無理ない範囲というかですかね、そうそう、無理なくやって、なおかつ4ヶ月を目指して作って、ちょっと早ければラッキーじゃないですか。確かに、うん、でちょっと早ければラッキーだし、4ヶ月過ぎたからといって、でも4ヶ月を目指して作ってたら、それが半年に食い込むっていうことはまあないと思うんですよ。そしたらその半年に1回っていう途方もなさから解放されるし、4ヶ月だったら年3回のペース、その理想の最大の理想である3ヶ月で1本作って年4回のチャンスっていうのからは外れて1回チャンスが減りますけど、その分4ヶ月っていうので自分のしんどさっていうのは減るじゃないですか。で、ここ最近の岡田くんの配信で岡田くんが口を酸っぱく言ってくれているのが、とにかく体調管理とメンタル管理っていうのが大事だっていうのを岡田くん言って実践されてるじゃないですか。そうですね。でその辺の部分も考えると、で4ヶ月っていうのが体的にも無理がなくて、なおかつ精神的にも程よい塩梅であるし、で岡田くんがさっき言った半年かけて作った作品がボツになった時のメンタルの持ちようが辛いっていうのも、そのもちろん全力をかけて書くんですけど、6ヶ月全力を保ち続けた作品がボツになるのと、4ヶ月ないし3ヶ月全力を注いだ作品がボツになるのとではやっぱりダメージが違うんですよね。あんだけ長い時間かけたのにっていうのが、まあでも3ヶ月で書いた作品だしな、4ヶ月で書いた作品だしなっていうところまで縮めることができればダメージが少ないはずなんですよ。その辺ものバランスも考えて4ヶ月かなと僕は思っていますね、最近は。確かに僕はさっき言った3ヶ月は2回ぐらい前の僕が出た配信で言ったその1日のスケジュールで漫画描く時間を3時間取るってなった時、うん、割とその仕事行く、はい、ご飯食べたりお風呂入ったり睡眠時間取ったりっていう時間を全部省いた時間を、はい、ほんと全て毎日漫画描くのに費やしたぐらいのスケジュールになってたと思うんです、うん、その時のスケジュールだと、はい、3ヶ月で書き上げられたと、まあ、確かにそれぐらいの感覚になるかなと、うん、ペース的には、ね、うん、なんていうかもう次元勉強してるぐらいの感覚です、ね、そうなりますね、うん、なんだろう、かなり計画的にやる人だと3ヶ月ぐらいが合ってる人もいるかとは、うん、受験勉強かなり計画的にやりましたので、自信がある人だと3ヶ月目指した方がいいかもしれないです。初めての試みです、要領が全くないみたいな人とかだと4ヶ月が無難ぐらいですかね、うんうん、そう、その辺の想定も僕は若干その動画を3ヶ月だなって思って出した時は甘かったのかもしれないなと思っていて、その特に僕が皆さんからコメントをもらって知ったのが、最近の漫画家志望の方って孤独な方って多くないんですよ。少ないとは言わないですけど多くない。だから SNS でつながることができるので、他の漫画家志望の方にちょっと僕のネーム見てくださいよとかできますし、見てくださいよって言わなくてもそのこんな漫画描きましたみたいな感じでアップして、それに対してついたコメントで修正して作るっていう方法を取ってらっしゃったり、まああとこういうふうに僕みたいに YouTube とかで活動している他の先生とかにも見ていただいて、で直したりとかしましたとか、そういう方々もいらっしゃるんですね。だから僕は自分が漫画家志望として漫画家を目指していた時の感覚で、その時は当時は喋っていたので、ネームを書くじゃないですか。ネーム書いてネームできたってなったらもうそのまますぐ作画に移ってたんですよ。だからネーム修正っていう部分がほぼほぼその3ヶ月の期間の中には含まれてないんですね、スケジュールとして。で多分最初のうちって
結局は編集さんに見して、それをこうだよって言ってもらって直すのが一番効率が高いんで、無理に SNS でこれどうかって見てもらわなくても、ネームできた、作画するぜ、持ち込み行くぜの3ステップでいいとは思ってるんですけど、最近の人はそうじゃないっていうのが分かったので、それも含めて4ヶ月っていうのを改めて押してみたいなと思います。確かに僕も3ヶ月だとネーム修正ないっす、ないっすね。厳しいよね修正まで入れるとね。よし、話まとまった。ちょっとぎこちないけど、まあいいやね。そう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 、今から3ヶ月後にこれを完成原稿にしようと思ったら、もうネーム修正してる暇ないわとか、原稿で下書きしながら直すしかないわとかさ、そういうことになっちゃう。そうそう、ね、うん、4ヶ月のやつで、うん、なんか3ヶ月でもいけそうかなって思ったら、そうそうそう、3ヶ月にする感じですかね。そうですね、目標を決めてそれより早く仕上がるのは全然いいことだと思うし、4ヶ月という目標だったら、その3ヶ月という期間を目標にしてると絶対足が出る予定でも、4ヶ月以内ということにすればそれよりは短くできるっていうことが結構増えると思うので、あ、目標よりも早く作れたっていう喜びとか達成感、自分ってできるんだ感っていうのを手に入れるのにもすごく有効な手段かなとは思いますね、4ヶ月設定っていうのが。というわけで、僕は自分の動画に対して前回以前出した3ヶ月が目安っていうのを、これからは4ヶ月が目安という数字に置き換えて押していきたいんですが、いかがでしょうか。そうそうですねいかがでしょうかって岡田君に聞いてもあれなんですけど、答えようがないと思うか、うん、本当に初めて漫画描くっていう、うん、本当に一番最初に書くときは4ヶ月の目安かなと、まず、うんうんうん、初めて書くっていう人では4ヶ月以上だらだら続けて書くのは良くないと思うので、うん、むしろ初めて書く人ほど4ヶ月以上書けるとその作品ほっぽってしまう可能性が高い気がするんですよ。その冒頭で前回の動画で詳しく話してる部分をざっくり言った飽きてしまうっていう部分がより出やすいというか、漫画ってこんなに書くの時間かかるんだが強くなって余計完成しないっていうことがあると思うので、最初のうちは4ヶ月以内、なんなら3ヶ月目標で、あ、3ヶ月で書くのって厳しいんだっていうのを知りながら、でも4ヶ月以内に完成できればセーフなんだっていう2つの目標を自分の中に掲げながらやってもらうのがいいかなと思います。そうそうです、はい、その理論でいくと、うん、本当に丸一日漫画に費やせるっていう人は、うん、でも2ヶ月目安かなと、うん、うんうん、まあそうですね、16ページとかだったら2ヶ月目安でもいいのかな、最初の、うん、32ページ超えると12ヶ月ってなるとかなりカツカツな気がしますね、最初のうちは。うーん、丸一日だってもきついですかね。バイトが週に2回であとは実家に暮らしてますとかだったらできると思います。いや、もうその例えばもう1年間を本当に全てを漫画に捧げられますぐらいの時間が、うん、いや普通の人だとまあね、1日8時間働いて、はい、でまた3時間そのね、うん、趣味に使えるみたいな感じだと思うんですけど、うん、もう8時間プラス3時間で、なんなら家にずっといるから通勤時間もありませんで、はいはいはい、2時間ぐらい計最大14時間、まあ、12時間を最低使えるような感じの生活だと、うんうん、本当に最初の言った受験生みたいなね。そうそうですね、うんうんうん、それぐらいだったらもう自分の限界を目指して、だったらむしろ1ヶ月の方がいいかもしれませんね、まあ、もう月間連載のつもりで、まあ、うん、まあ、ほとんどの方は何かしら並行してね、うん、日常生活に支障をきたしちゃいけない状況だと思うので、普通はそうですね、4ヶ月ですね、やっぱり、うん、まあ、1回だけチャレンジ的な感じでその1日10時間書いて12時間書いて2ヶ月でやってみようとか、そういう試みはやってもいいですけど、継続的に漫画を描き続けるっていう点ではその4ヶ月がゆとりがあっていいのかなと思います。という感じで、今回は2年前に出した動画の内容をさらに、再考察してみようという企画でございましたが、岡田くん何か言い残したことなどありますか。まあ、補足というか、まあ、はい、いいことで、まあ、そのリスク管理になるかどうか分かんないんですけど、はい、そのリスク管理とかの面から見ても、うん、3ヶ月とかだとちょっと何かね、プライベートとか仕事で、うんうん、普段と違うイレギュラーなことが起こってしまうとできない日がね、そうですね、あったらその分ね、うん、削られてしまうと、うん、
3ヶ月だとね、そのペースを取り返そうとしちゃうとかなりきつくなるかなと思うので、うん、やっぱそういう面でも4ヶ月の方が、そうですね、無理ない感じがしますね。はい、ありがとうございます。という感じで、ぜひ、漫画家志望の皆様、今までは3ヶ月というタイトなスケジュールをお勧めしておりましたが、もう少し気持ちにゆとりを持っても良さそうですというお話を本日はお届けいたしました。実働時間が3ヶ月分っていう感じですね。そうですね、トータルで、うん、僕ら余暇の部分を入れてなかったのでできる、作れるっていうのでね、お話ししてたなと思いますので、実働3ヶ月分の時間、うん、期間は4ヶ月っていう感じですね。そうですね、うん、そのつもりでいれば、例えば毎週日曜日はのんびりと書かない日を設けてもいけそうとか、そういうのは個々人の判断の聞く部分にもなってくるかと思いますから、ぜひ楽しみながら漫画を完成させて、没を食らっても苦しくなりすぎない程度の期間で仕上げていただければなと思います。では今回の動画はこれで終了ということでよろしいでしょうか。そうですね、はい、はい、僕の情報や岡田くんの情報は概要欄に載せておりますので、ぜひ皆様概要欄をチェックよろしくお願いいたします。あとは、高評価とチャンネル登録していただければ嬉しく思いますので、また次回の動画でもよろしくお願いいたします。本日のお相手は橋本海と岡田でした。また次回もよろしくお願いいたします。お願いします。